ニーさんです。今日は、うん、なんとネバール君が今マクドナルドさんとちょこっとコラボしてね、コマーシャルに出てるネバだけど、見たよ見たよ見たよ、解明バーガーっていうのが出てるネバよ。そう、今まで出てた商品を解明して、また3種類ね、はい、ネバアイコンチキンソルト&レモン、改めレモモモ、レモモモ、もともとの名前長いね長いね。あと卵ダブルマック改めニコタマ、ニコタマ、町の名前みたいになっちゃったね。二子玉川もニコタマだもんね。カルビマック改め上カルビ、乗っかるっていう漢字を上と呼んで上カルビね。これなんか思い出した、ちょっと食べたことあると思う。うん、あ、そう。でちょっとさ、久しぶりに食べてみて食レポしたいと思いますね。そうね、レモーモーモー、ネバールくんがちょっとコラボしてます。あ、はい、じゃあこれ、あ、ズボリと、はい、ズボリズボリ、あ、おー、すげー、丸ごといった。これね、そうかもしれないネバね。なんかカロリーを取った気になりたくない人とかがいいかもしれないよね。なるほどね。卵ダブルマックだからニコ玉ね。ニコ玉。あ、すごい。結構ボリュームあるよ。ほら、肉2枚に卵にベーコンだからね。いくよ、いくよ。レズムいける。豪快にいきました。豪快にいきましたよ。バーガーが好きな人たちが求めてるバーガーはここにある、うん、あ、いいね。だって男好きそうなやついっぱい入ってるもんね。ベーコン、卵、肉肉、こういうのお腹空いた時にほんと食べたいね。あ、いいね、うん、超カルビー、ピピピピピ、めっちゃ入ってる。超カルビだからなんか高級なね、お肉の感じがして。いきますよ。いや、めっちゃ食った、めっちゃ食ったよ。なるほど、これはね、ネバルク初体験。うん、カルビのところまで到達した時にちょっと新しい味で感動します。おいしい、おいしいです、おいしい、おいしい。じゃあさ、うん、この3つを合体させて食べたらどうなるのか、みんな知りたいと思うなんですが、え、ナトニーさん、いや、はい、その3つをやりましょう。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、レモンモン、ニコタマ、ジョーカルビ、全部乗せてみました。これすげえカロリーさんじゃない、これ。そうだし、量もすげえネバだし、ハワイとかでさ、すげえタワーになってるバーガーとかあるじゃないか。あるあるある、あんな感じだよ。もう確かにこれ1個400、500円ぐらいの値段だから、うん、それと同じぐらいの値段。そうだね。で、下の段がレモモモン、真ん中がニコタマ、一番上がレモモモン。あ、違う、挟んじゃってるよ。カルビね、え、カルビー、ちょっと行って行っていってらっしゃい。行ってきます。あ、あ、うめえ、おいしい。では、レモン来た、レモン来た、うめえ、おー、すごい。あー、おいしいね、レモンの部分。あ、レモンとニコ玉のハンバーガーがグッてきた。おー、時差でカルビまでやってこない。カルビ、カルビ、カルビまで到達してないのよ。到達してない、ちょっと全然上届いてない。ちょっと、あー、うめえ。あの、カルビとレモン来た。おー、おいしそうに食べるな。うーま、うま、うま、卵来た、うめえ。めっちゃ贅沢ネバ、おいしそうに食べるけどコマーシャルでは使えない、うわ、ネバー。
みんなに感想お願いしますればよ。これね、本当に3つの味同時に楽しめるのと、精神的に満足、そしてお腹も満足、もうオール満足です。ありがとうございます。何がおめでとうかわかんないけど、おめでとうございます。言ってしまったね。まずみんなは一つ一つ買って食べてみてからこれやってみてくださいね。そうねばね、一口ずつ食べて途中で重ねてもいいねばね。うん、うん、みんなもぜひ試してみてねば。うん、やってみてね。